いやもうあっという間で、はいはいはい、今気づけばほらもう日が暮れちゃいましたね。うんうん、はい、いや堪能したね。今日は一日すごい、一応だから最初に来たのが情報量が多すぎてね。ノーウェアね。ノーウェアさんね。ノーウェアさん、うん、JR のね、はい、柏駅から歩いてすぐの、はい、歩いてすぐの、うん、ノーウェアさんに行かせていただいて、でお世話になる松川さんにお会いして、はい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 、っていう感じでしょうね。うん、でそこからいろいろ行かせて、そうですね。うんうん、でまあここにたどり着いて、はい、ちょっとゆっくり写真もらって、一応ここは藤井寺。そうですね、藤井寺。うん、はい、阿蘇の屋ボックスは藤井寺、はい、最寄り駅とかは藤の里から徒歩5分で、おー、はい、JR、近鉄、近鉄南大阪線、はい、うん、南大阪線の、藤の里、はい、駅から5分、はい、なるほど、面白いところね。で、なんか小学のここの土日管理人みたいな感じでやってるみたいな、うんうんうん、はい、うん、いやでも本当に、うん、ちょっと1日ね、うん、入れる場所っていうか、はいはいはい、はい、なんか本当にこうおばあちゃん家に来たような、なんかいやそう落ち着くような感じですね。やっぱり俺だってもう小学校6年までまあまあ夏休みのなったらうんうん、おふくろの実家が、うんうん、熊本の天草、天草ね、うん、いいとこですね。なんやけど、そこにじいちゃんばあちゃんおったんやけど、こんな感じやったの家。だから今思えば、おじいちゃんばあちゃんなかなかいいお家に住んでたんやけど、ここだってすごいいいお家なんですね、なんかね、立派な、うん、だから、うん、なかなか来るね、そういう機会がないと田舎に帰ったりせんと来れないから、そういい体験させてもらいましたね、うん、本当になんか本当タイムスリップしてきたみたいな。本当そうやね。なんか置いてあるもんとかも、うん、時代がね物語ってます、うん、時代を物語ってますもんね。噛んでるよ。いやそれは今科学の技術、科学の技術、現代の技術でね、なかったことにできますから。あ、なるほど、いくらでもね。これ言うたら使われるけど。いやもうその噛むぐらいだって今日はいろいろ喋ったりしてます。そうやな、うん、喋らざるを得ないような状況に追い込まれましたからね。あ、俺の子見てらっしゃる。興味がそそられすぎて。そうやね、そうやね、うん、いやなのでまだちょっと遊びに来たいですよね。そうやね、ゆっくりね、今度また、うんうんうん、今回ちょっとご挨拶がてらにと思ってきましたけど、そうやね、十分ちょっとそれでもそう濃い濃いね一日をね過ごさせてもらったけど、いろんな出会いもありました、ね、そうだね。今度はちょっとその翔也君もお世話になってるね、ノーウェアの隣にある、うん、ブック&バイシクル、あ、ベッド&、あ、ベッド&バイシクル、はい、うん、はい、ね、ベッド&バイシクルで、はい、ちょっと拠点を置いて泊まらせてもらえるんですよね。そこの場所ね、はい、もしかしたらそこを利用させていただけたら、はい、自転車での、うん、自転車で来ますんで、うん、柏のツアーをちょっと考えておりまして、うん、はい、もう僕らはもうやる気満々で、うん、でやはりまあ、それもそれで東洋フレームの石垣さんのやっぱどうしもあってまた来てくれと言っていただいてたんで、うん、やっぱ行かないと、うん、そうですよ、うんうん、自転車だったら一気にね行動範囲が広がりますんでね、うんうん、まあ、またちょっと広いエリアでの柏市の魅力にも迫りつつ、そうですね、まあ2日目なんかはこの藤井寺にね来てもいいかもしれないですね。そうやね、うんうん、いやもうなかなかこういう機会があると本当に来るところがないところなんで、いやそうね、でもこれほんまありがたいですね。ね、まあ、ありがとうございます、今日は一日、うん、はい、ありがとうございます。ぜひちょっとこれ見ていただいた皆さんもなんか、はい、興味持っていただいたら概要欄に阿佐ヶ谷ブックスのインスタグラムのあれもね、うん、貼っとくのでね、うんうんうん、チェックしてほしいですよね。そうですね、
それチェックしていただいて、うん、でそれでもちょっともうちょっと情報欲しいなと思うんだったら、うん、ね、うちのお店って言われて、あ、本当ですね、ね、なんかこう生の情報を ねお伝えできるんで、はい、はい、ってな感じでね。で、今日の名言は、じゃあ今日の名言はね、はい、はい、いつも恒例の何やったっけ、今日の名言って何でしたっけ、あれですね、え、鉄腕数値マジでド忘れしてましたね。いや、本当に、はい、今日は、はい、じゃあもう一回行こう、うん、それはシャッと言ったので、そうですね、まあ、でところで、まあ、毎回恒例の、はい、恒例のね、恒例のあのコーナーで、あのコーナーで締めたいと思います。はい、なります、うん、編集長の、本日の名言コーナーいや、そうですね、はい、はい、まあ、鉄は熱いうちに打てというのが本日の、うん、まあ、一言でございますね、はい、まあ、というのも、はい、東洋フレームでね、はい、すごい出来たてほやほやの、うん、e バイク、まあ、自転車のフレームを見せていただいたんですけど、うん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 、塗装前の、はい、生地っていうんですか、生地の状態の、うん、素地のね、うんうん、むき出しのね、はい、本当にで、それぐらいやっぱその熱く話ができて、うん、盛り上がったので、うん、その熱が冷めないうちにまた遊びに来ようという意味を込めて、そうやね、はい、柏原にもそうだし、はい、藤井寺のこの朝のルックスにも、うんうん、なのでその意味を込めて黒森は熱いうちに打てということで、なるほど、はい、行きたいと思います。いただきました、はい、はい、本日の名言、皆さん心して、次回もお待ちいただければと思います。はい、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。